岡山着きました。運転手観光せずに普通に帰るっていう。5年前まで学校の先生やっとったんですよ。デニムの良さを伝えていってもらえればなと思います。おはようございます。今からですね、岡山に行きたいなと思います。現時刻が5時57分。今からスタートを大体4時間ぐらいねかけてね車で行きます。そしてなぜ今日は行くかというとですね、タイトルとかサムネにもあった通り、ジーンズソムリエの合格の、授賞式に参加したいなということで、一人ワクワクしております。なのでね、今日はね嫁が来ず僕一人旅になっておりまして、で今から行って夕方には終わるんですけど、1泊します。で、まあ、後乗りってやつですよね。前乗りしようかと思ったんやけど、まあ、後乗りして、なんで一泊すんのって言われたんやけど、まあ、しんどいやんって言って、普通に帰るのしんどいやんって言ったから、無駄に今日一泊して、まあ、岡山満喫して、バッジをね、もらいに来たいなと思います。あの、ジーンズのデニムソムリエのバッジを。はい、出てきましょう。はい、あれからですね、3時間ぐらい走って、現在9時なんですけども、結構近くまで来ました。あと70キロぐらいあるんですけど、ちょっと疲れたんでね、そういう朝取ってないので、タンパク質しっかり取っていきたいなと思います。ちょっとね、さすがに疲れましたね。そしてなんとこれ 20g もタンパク質があるってことでね、誰がプロテイン飲んでるとこ見たいねんって感じなんやけども、ちょっと味のね、レビューだけしたいなと思います。うん。普通ですね。まあまあまあ、チョコだよなって感じの。うん、普通ですね。ただね、タンパク質はね、髪の毛とか、美容とかにもね、効果があるのでね、筋トレしてない人もね、飲んだ方がいいかなと思います。ちょっと休憩していきましょう。はい、ということで岡山着きました。1年ぶりぐらいなんですかね、この駐車場にね以前も止めてて、ジーンズストリート行ったりしてたんですけど、あ、こんなとこで表彰されてんねやって、知らんかったんですけどね、以前もねここ来てました。でね、おそらく中はね撮影できないと思うので、授賞式行きますとか、あとバッジもらいましたみたいなのはね、お見せできると思いますので、行きたいなと思います。こんな感じですね。ここが3階ですね。ありがとうございます。中って動画撮ったらダメですよね。大丈夫と思います。あ、いけるんですか。YouTube ダメって書いてましたよね。工場見学はダメって書いてたんですよ。はい。皆さんこちら合格された方々です。やばい、受験番号わからない。はい、お待ちよろしくお願いします。僕ちょっと番号わからないんですけど。あ、大丈夫ですか。はい。すみません。で、バッジと認定証はこちら入っておりまして、後の方はちょっともう目を通していただければと思います。はい。で、席の方は表を見て座っていただければと思います。はい、わかりました。取ります、取ります。はい、はい、チーズ。もう一枚いきます。もうちょっとこっちの方が真ん中になるかもしれない。はい、すみません。はい、チーズ。ご確認をお願いしてもいいですか。はい、じゃあ今から潜入していきます。入ってきます。はい、いてありますね。ジーンズソムリエ認定証授与式を開始いたします。はい、それで戻ってきました。一旦昼になって休憩入ってるので、ちょっとこの間にね、メールの返信とか、業者さんになんか今、新作作ってるパターンの連絡とか、中綿のパンツ作ってるんやけど、それのね、データ、使用書が欲しいって言われて送ったりとか、なんかいろいろもろもろしゃなかったので、今の間にしときます。はい、それでは行ってきました。すっかり夜になっちゃってですね、今現時刻が6時半とか7時ぐらいなんですけども、あれからね、小島からだいたい1時間ぐらいかけて岡山市内に来ました。で、この岡山市内ね、前回1年ぐらい前かな、ちょうど来てるんですよ。向こうのホテルにね。で、なんかどっかで見覚えあるなと思ったら、よう考えたら僕、日本一周してたじゃないですか。だから、どの県も行ったことあるんやけど、すっかりそんなこと忘れてたから、あ、ここ来たことあるわって嫁さんに言ってね。で、なんかこの辺でうまそうな飯なんか送ってって言って送ってもらいました。で、今からねラーメン行こうと思うんやけど、結局ラーメンかいって感じなんやけど、なんかちょっと離れたら居酒屋さんとかもあったんですけど、もうとにかく腹減りまくってるし疲れたから、まあ、ラーメン食って、ホテル早くチェックインしたいなと思いますので。で、途中でねちょっと映像流れてたかなと思うんですけども、なんかミュージアム、デニムミュージアムに行ったりだとか、あとそれがね縫製工場さん行ったり、あとね生地屋さんはね僕が取引させてもらってるデニムのマウンテンパーカーとか和紙のショーツとか作っていただいてる昭和さんっていうところにも工場見学行ったんですけど、これも和紙2回ぐらい行ったことあるっちゅうねんと思ったんやけども、行かせていただいて、担当の人はいらっしゃらなかったんですけど、まあいろいろ回らせていただきました。本当に楽しい思い出になりました。もしねジーンズ好きとかデニム好きっていう方がいらっしゃったら、年に1回かな、なんか勉強とかちょっとしやなあかんんですけど、まあ、そんなんやってますのでね、是非なんか日本全国にねデニムの良さを伝えていってもらえればなと思いますという話をしてたら、ちょうどラーメンが来ましたね。ラーメン最初はね張り切ってね高級料理とかね鉄板焼き行こうかなと思ってたけどもね、もうとにかく腹減りすぎてるし疲れてるから、まあ、こういう時はねラーメンが一番いいんですよ。行きましょう。はい。すみません、チェックインしたいんですけど。いいね。はい、それではちょっと夜の散歩をしに来ました。近くのね居酒屋さん行こうと思ったんですけど、なんかもう人気のところやったんかして、なんか3人席と2人席の間の、カウンターの席は1席だけで空いてますよって言われて、隣のおっさんうるさそうやからええわと思って、ではもういいですって言って、今からねコンビニにちょっと買い出し行こうかなと思ってます。やっぱ旅行とか来た時ってこう1人でなんかね夜ねこううろうろするのってなんかいいじゃないですか。だからなんかちょっと1人でうろうろ、ただコンビニ行くだけですかね。ちょっと出てきました。ただいま時刻はですね7時35分なんですけども、まあ、今日朝早かったっていうところもあって、まあ、結構今日はもう疲れてるっちゃ疲れてるんですよね。そして僕は最近ね月に1回しかお酒飲まないので、今日は飲む日じゃないのでね、もう飲まないんですけど、そんな時はねコンビニで何を買うのか皆さん分かりますよね。甘いもん買いたいところやし、ビールを買いたいところやけども、ぐっとこらえて、タンパク質を取りに行きましょう。いきます。はい、それでは買ってきました。ですね、天然水2リットル。僕とにかくね、水めっちゃ飲むんですよ。で、天然水500バージョンが1、2、3本。そして、プロテイン。そして、あ、買ってきちゃった、チョコレート。そして、あ、マカダミアクッキーも買っちゃった。そして最後は卵。ちょっとね、今日タンパク質足りてないので、この辺を食べて、ちょっと、まあ、甘いものもありますけども、今日疲れたからね、これ食べて寝たいなと思います。では皆さんおやすみなさい。また明日。おはようございます。2日目ですね。本日はね、あとはもう帰るだけなんで帰りたいなと思います。やっぱね、家のベッドじゃないベッドで寝たらね、疲れるんですよ。だからね、すごい疲れております。すいません。じゃあ行きましょう。ありがとうございます。チェックアウトでお願いします。はい、ありがとうございます。おはようございます。ですね、この後本日はどうするかっていうとですね、大体普通ってこういうとこ来たら観光行くじゃないですか。僕ね、もう全くそういうことしないんですよ。目的地のジーンズソムリエ行って、で疲れたからホテル泊まって、そしてあとは帰るだけっていうね、お前ちょっとは観光せよと思うけど、しない。全くしない。観光せずに普通に帰るってことで、ちょっと帰って、でもこの後ね、生地屋さんも行かないとダメなんですよ。だから、またそれは全然違う生地屋さんなんでね、まあ一旦ちょっと帰りましょう。はい、それでは帰ってきました。今からね、まだ11時ぐらいから仕事行きたいなと思います。ただいま。帰りました。朝7時半ぐらいに出てきた。うん。我が従業員たちです。いてくれてます。弟。あ、副社長も似てる。おはようございます。それでは、今届きましたね。こちら、新しいチラシでございます。このように、僕がやってるブランドの方でね、こういうプレゼントのやつやってますよみたいなチラシが届きました。これです。これは新作の生地ですかね。新作の生地が届いてますね。うわー、書類ばっかりだ。アスクルの請求書とか、うわー、請求書だ。わー、振り込みだ。わー、振り込みだ。わー、振り込みだ。エメリアスに終盤。これ。こちらね、次ね、ナイロンジャケットで使う用の生地。赤い別注のやつ。可愛いかなと思って、これちょっと一回作ってみようかなと思ってます。こんなんね、僕ね、つい5年前まで学校の先生が撮ったんですよ。こんなん全部洋服のパターンとか全部書いてあるけども。でください。サングラス、ショーツ、マウンテン、デニムとか、あとニットとかね、パーカーとか、コーデュロイパンツ、防水レザーとかいっぱいありますけども、まあ、ほんまにね、自分の好きなことをやらせてもらっててね、めちゃくちゃ幸せやなと思います。びっくりした。はい、ということでね、先ほどあの後ね、仕事しすぎて、残念ながら今日展示会行けなかったんで、後日行ってる様子は、見ていただくんですけど、こんな感じで今回、ジーンズソムリエのこのバッジをいただいたりだとか、あとですね、このね、ジーンズソムリエの認定証もいただいたんですけども、まあ、皆さん本当にね、ジーンズとかにもし興味あるっていう方がいらっしゃったら、この年に1回ジーンズソムリエ認定証っていうのをやってるみたいなんで、岡山県の小島市が運営してるみたいなんですけど、まあ、ジーパンを好きな方とかね、多分男性の方多いかなと思うので、意外とやってみたら面白いので、生地ってこんな感じで作られてんねやとか、それこそね、洋服のね、こういう糸になるまでって、まあ、こういうほんまの植物の綿をきれいに伸ばして糸にしてるとかっていうのも、やっぱいろいろ勉強していったら分かりますし、実際行ってみたらね、いろんな人がほんま関わって、いろんな工場さんでこう頑張って貼ったおかげで洋服は僕たちこうやって毎日着れてるので、まあ、少しでもこう日本を盛り上げたいとか、日本のそういう洋服をね、知りたいという方はね、ぜひぜひ受けてみてください。自分もまあ服とか好きなんでね、同じような思いがある方はね、ぜひ受けていただけたらなということで、まあ、今回ジーンズに特化した、動画になってたんですけど、ジーンズだけじゃなくてね、いろんな河川の化学繊維のものがあったりとか、コットンのまた違うパンツの生地があったりとかするんですけど、そういうのをね、この後見に行ってる様子っていうのを見てもらって、あ、こうやって洋服できてんねやとか、あ、こうやっていろんな人の思いとかいろんな人がおって、まあ、成り立ってんねやっていうのをね、見ていただければなと思いますし、まあ、僕はそういうのをね、発信できる立場にいてますので、皆さんに見ていただいて、あ、そうなってんのかっていうのを、まあ、少しでもこう感じていただければなと思います。以上ということになっております。では最後、展示会に行ってる様子、多分明日か明後日になってると思いますけども、どうぞ。